さえ様、はい、西森先輩、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。 NMB48 学園です。はい、では今日もお便りからいきましょう。はいはい、よろしくお願いします。はい、東京都中央区ラジオネーム藤高さんからいただきました。ありがとうございます。先日女芸人ナンバーワン決定戦 THEW の2回戦を見に行きました。はい、我らが渋谷渚さんが出場するとのことで、はい、ちょうど仕事が早上がりの日だったのでダッシュして会場に向かいました。ありがとうございます。そして渋谷さんの番が来て何か自分の娘が出るような気持ちになり、はい、緊張しながらネタを拝見しました。ありがとうございます。ネタ自体は悪くなかったとは思いましたが大爆笑がなく終始やや受けで終わりひいき目に見ても予選突破は厳しいかなと思いました。はい、でもライブも直前に控えそんな状況でも勇敢に挑戦する姿は美しかったと思います。ありがとうございます。来てくださってうん嬉しい。1回戦僕ら MC してましたもんね。はい、はい、で2回戦が最近あったと。そうです。もう結果出たんですか？それは出ました。どうやったんですか？分からなかったんですどうやったんかな。いやでもそんな準決勝もそんな。あもう次準決勝。そうなんですよ。すごい早いね。いや本当に、うん、なるほど。いい経験でした。キリッレイチクサイキよろしくお願いします。何それ気持ちの悪い、このクラスの谷モンスタインジの大林です。では早速出席を取ります。渋谷。はい、東京の渋谷といえば八甲前、本社大阪の渋谷といえば渚前。これからはずっと渚前で待ち合わせやで、大阪府出身22歳、渚こと渋谷渚です。よろしくお願いします。はい、お願いします。続きまして村瀬。はい、1、2、3、4がなくてもやっぱりサイピーこと村瀬です。よろしくお願いします。ザ・ダブリューのお話、はいはい、2回戦がこれ東京でやったんかな。はい、そうなんです、東京でやりました。うん、またへーとかばっかりのネタしたんやろ。いや今回はもう本当にもうなんかほとんど自分でも全部、うん、なんか普段のあるあるとか自分が普段思ってることを、うん、なんか結構何個も何個も言っていったんですよ。なんか現代文の書き写ししてるみたいな感じで、なんか書き写ししてたらもうそれがだんだんなんかあるある言ってしまってるみたいな、適当にも。そういうので自分でも全部考えてほとんどやったので、でもそれが一個ずつなんかまあ普通に受けてたから、うん、なんかそんな爆笑はなかったですけど、はいはいはい、でも自分的にはめっちゃ楽しかったし、うん、なんか良かったなって思いました。なるほど思い出作りの超思い出作り思い出作りというかなんかそうですね、一応勝ち上がっていって決勝出たいなっていう思いはあったってことですか？別そこまでではなんかすごい度胸をつけたかったというか。あ、確かに度胸つきますよね、あれね。めっちゃ度胸ついたし、緊張感を自分勝てる緊張感を楽しめる人とかになりたいなみたい な、そういう。川柳読んどいてよかったんですよ。まやいつものそう、あれの100個ぐらい上げてきて僕らが厳選したいやつしてほしい。それを読んどいたら、その僕らみたいなやつが転げ回って笑った、はい、何人かが何人かがずっと普通のことを見てそうそうそう、カッコだけカッコだけね、その着物とか着て、うん、そう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 、衣装とか、ね、あ、なるほど、ちゃんとなんかその川柳やってますみたいな衣装着て、3人でじゃあまたやりましょう。そうね、なんか4人でなんかカコーンみたいな、しし落としみたいな、カコーンみたいな音だけ用意しといてね、一個ずつ読んで。いや本当ですね、僕らみたいなやつ以外全員全滑りですよ何をやって、もうだって意味が分かれへん、難しい、めちゃくちゃ面白いですあれでも、嬉しい、普通川柳うまいこと順番にね、順番がうまいこといきゃいいかもしれん、来年はどうすんの？来年はじゃあでも全然考えてないですけど、うん、まだ、でも、本当にすごいいい経験させていただいたなというか、はい。いや、でも言っても、もう芸人さんにすごい申し訳ないっていう気持ちはもうずっとあって。いや、でもそれは別に誰でも出ていいんですから。うん、関係ないじゃん。それはもうだって M1 なんかも素人も出ますしね。うん、全然関係ないの、それ。まあ、でも本当に良かったです。やってよかった、はい、本当にやってよかったです。凪ちゃんがよかったんやったらよかったそれはな、はい、よかったよかったよかった、いい経験になりましたみたいな、なんか当たり障りないこと、どうしても言いたかったもう入ってきてガラガラ言って入ってきてんのにどうしてもそれだけ言いたかった。いやいや、でも本当に
何やそれっていう扱いをしてるこっちもちょっとどうかと思うけども、はい、もうしゃあないそれはな、何やそれっていう思ってるから。でも来年もね、はい、出れるなら、そうですね、挑戦することっていいなって思いました。また言うてるどんどん出てくる鳥人間コンテストみたいな、あんな感じで言うてるけど1年準備してきてみたいな、ちょっと2、3日でしょ準備したもん。いやでも1ヶ月ぐらい本当ずっと結構期間空いてたよね、はい、1回戦から2回戦、そう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 してた、そうなんだ、やらないやらないって思うけど、うん、なんかライブもすごいあって、はい、ライブのことも覚えなあかんくて、でもやらな、でもできてない、うん、やらなみたいな、ずっとほんまに追われてるみたいな、まあね、あれしんどいですね、まあ、僕らはその立場ちゃうけど M1 とかやとそわそわするす、ね、あれしんどいです、ほんまに芸人さんってすごいなって、受験勉強みたいな、うん、感覚にめっちゃなんかその似てても、何しててもなんかちょっとご飯食べてる時間とか、ね、どこで噛み合ってんの一緒にすなよほんでどこそれはそこを一緒にすなよそれ、で自分は歌の方でしてくれ なんで俺そっちの何でえらい歯車を追ってたで今そうねえ、なってましたよ今、そうやけど、でも本当に私だけでも、そっちの大事なライブとしてくれた、私だけ、うん、私のこんなちょっとやら、うん、ちょっとかじらせていただいただけでもそうやのに、うん、芸人さんはじゃあ本当にすごいなって私尊敬したんですよ。ああはい本当に、まあ、いやまあでもまあそれを歌の方でもそれ一緒になるから歌の方で、いやいや歌なんかそんな、うん、そっち歌の方でもそわそわすることあるでしょ、だからないです、ないんかいこれはもうそれでもないですよ、それはそれで問題ないです、そわそわしてくれやん、ちゃんとやってるからもう自信満々でいつも、はい、それは本番は、はい、なんやねんいやでも本当にすごい、だってしんどい時とかなんて面白いことなんか思いめっちゃ出てくるの、まあ、まあそれは熱ある時とかね、めっちゃ喋りたい、それどうするんですかその時、今そんな関係ないもうそんな何も何も思いつかなかったですもん、めっちゃ楽しい時の方が思んないことばっかり思いついたりするよ結局楽しいわー言ってる時の方が後で見たら全然面白くないっていう大体そうやから、えなんか熱ある時とか意外とええもん思いついたりするうなされながら考えてな、すごい しかめ面白いこと考えるのにしかめ面で考えるじゃないですか、いやそんなことないんだよ、まあまあ大体そうやけど8割方そんなうーんってなってますけど、なんかすごいですよね、噛み合ってめっちゃ聞きたいでやろな、そのお笑いの、ああそのだからその、はい、作っていかなあかんからでしょ、そのはい、何もないから始めん、うん、だから本当すごいなと思って、歌の方でもそれあるでしょ、だからそういうのないです、ないんかいきっちりそこで落とす、おかしいな、いやね、きっちりそこで落とす女まずいなって目がもう面倒くさそうにもう死んだ目でないです言うといたらいいんでしょみたいな、だんだんお笑いマシーンやな、うん、お笑いマシーンなんて怖いわ。では始める前にお便り募集のお知らせですはい、この番組ではあなたからお便りを募集しています。番組の感想、こんな授業をやってほしいといったご意見、また私たち NMB48 そしてモンスターエンジンさんへの質問疑問、何でも OK です。宛先は E メールは nmb@abc1008.com、 おはがきは郵便番号 530-8010、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。たくさんのお便りお待ちしています。それでは行きましょう、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日も授業スタートです